その上竹さんはね、うん、料理以外のエピソードがやばい。やばいですよね。そんな山ハレリスの時に、うん、山ハのキティアクプロなんで、うん、北の丸っていうところに泊まれるんですけど、うん、その時にコース料理が夕飯出るんですよ、うんうんうん、でその私ちょっと食べるのが早くて、いや違うの、これ聞いて、異常、異常、聞いて聞いて、異常です。私さ一緒に泊まってたわけ、うん、で量がまず多いの、そこのコース料理すごいたくさん出してくださって、うん、でうちら多分お互いスタート早いかもしれないから、なんか早めに出してくださいってお願いはしてたんだけど、うんうん、もうあのお皿が重なるぐらい全部なんかこうお皿が乗るみたいな状態だったわけ、テーブルに、うん、でうちらだってすごい急いで食べてるのに、なんかのぞみちゃんは後から来て私たちよりもなんか食べてるメニューが早いわけで、いやしかもすっごい量だから、うん、なんかでお母さんもそれ一緒に食べてたから、お母さんもそれについていってるのすごくないとか言ってトレーナーさんと話してて、で次の日のぞみちゃんに聞いたらまず食べるの早いと、うん、でお母さんの分も自分が食べてましたとお母さんの分も手伝いましたと。去年のリゾートトラストのさ朝にさホテル近いとこないって聞いてたのに、いきなり一人だけタクシーで来たの。であれなんでこの人タクシーで来たんだろうと思って、なんでタクシーで来たのって聞いたら、駐車場が朝の何時だっけ7時から開くのにトップスタートなのに、そこの駐車場に止めちゃって、 それでキャリーバッグだけ出して車出さないからタクシーやばいすごくない、いくらかかったそれ。タクシー片道1万1000円とかぐらいかかっちゃって、めっちゃおもろい。それ帰りはさすがにタクシーで帰ってないよね。いや帰りはあのちゃんと母が、はい、車に。でそれお母さん怒られなかった？いやあのお母さんも忘れてたんですよ。あの遺伝子だと思います多分。でお母さんも面白いです。あそうなの。お母さん面白いですね。なんでこっちゃんのお母さんも面白いの？いやちょっとね種別です。種別、はい、種別ですね。てか本当に料理うまくない？うまい。本当ですか？いや絶対やってる。すごい。なんか結婚したい女子プロ感あるね。いや結婚、いやこれこれ以外結構やばい、これ以外結構やばいからね。料理以外は結構やばいから。だってこの人最近さ、はい、あの毎週のように前夜祭の時服がなかったから買いに行った、間違いないです、服サイズ合わなかったから買いに行ったみたいな、なんか毎回で出先で買い物を行ってるはずなので、タクシー代とかも使っちゃうわけじゃん、はい、だからやっぱりあれだよね、あ結構お金もったいない系です。そうなんかやっぱある程度ね、稼いできてくれる保証がないとちょっと心配になっちゃう。ダメな出費が多いんですよ、確かにね。